俺の嫁とは、主に男性が、理想的な女性に対して発する言葉で、アニメや漫画、テレビゲームなどのファンの間で、また、商業の場においても用いられるようになっている。源氏物語の一場面を描いた絵の中の美人に、一目惚れする、美琴両良の王。軍記物語、太平記をもとにした、絵本、新曲より、明星大学所蔵。知ってるだけで、 恥ずかしい現代オタク用語の基礎知識によると、主に架空のキャラクターに対する愛情表現と定義される。ただし女性が男性キャラクターに対して発することもある。さらには二次元キャラクター同士、芸能人などの実在の人物、自動車などの非生物でも成立するようになった。俺の妹、俺の娘など、発展系は無数に存在する。なお、既婚の男性が、 自身の妻を指して、二次元的な、俺の嫁と区別して、リアル嫁と呼ぶ場合もある。三日月光月は、美少女文庫では、俺の嫁というシリーズを出している。ラキスタと関連した町おこしを進めていたワシミヤ町の、商工会が、萌え川流教科、コンテストを開催したところ、最優秀作品に輝いた教科は、俺の嫁を揶揄した内容であった。 俺の嫁という語そのものは、現代に登場したものである。しかし、概念そのものは、遅くとも南北朝時代の軍記物語、太平記にまで遡ることができる。太平記の伝説によれば、五代五天皇第一王子の御事良親王は、現氏物語の一場面を描いた絵の中の美女に、一目惚れして、虜になってしまい。 後にその美女と瓜二つのおばこ殿という姫君に出会うまでずっと独身であったという。みことりがおばこ殿と結婚したのは史実であるが、この馴れ初めそのものが実話かどうかは不明である。なお、みことりが見たのは、源氏物語、橋姫の段の,の画像であるので、日本最初の俺の嫁は、宇治の大君か宇治の中の君かのどちらかになるが、どちらかは不明。 大君の方が重大なヒロイン格であるので、そちらとも考えられる。伝説の詳細は、おばこ殿を参照。日本国外では、同様の概念を指すものとして、ワイフ、または、マイワイフというスラングが用いられている。これは、英語で、嫁を意味する、ワイフを日本語的に発音、表記したものである。言葉が広まったのは、東清彦の漫画作品。 アズマンが大王のアニメ版において登場人物の教師、木村が自分の妻の写真を指して、マイワイフと発言した場面がきっかけと言われている。なお、対象が男性キャラクターの場合は、英語で夫を意味するハズバンドを元にした、ハズバンドというスラングも用いられる。今週のネット語、俺の嫁、産経新聞。 オリジナルの2009年9月13日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20090913101434/http:/sankei.jpmsn.com エンターテインメンツゲーム090910 ギャム 0909100741000N1HTM2016 年1月30日閲覧。の安幸男ポケットの中の恋人、いや、俺の嫁ラブプラスが指し示すゲームの未来。日経ビジネスオンライン。日経 BP2014 年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月22日閲覧。 使用例、Google AdWords で、彼女ゲットの男性、ブログで、幸せの報告、入籍いたしました。ネトラボ、イティメディア、2016年1月30日閲覧。昨年は、室内で一人パソコンに向かっていたのに、一年後には、リアル嫁がいることについて、生きた嫁連れて来いよと母が言うオタク川流、募集に766点。読売新聞。 P30 AB 長谷川1996ピアニッシモ450 454 AB ワイフワイフジャパニーズ・ウィズ・アニメ2020年11月22日閲覧ありがとうございます